はいどうもジャッキーです。というわけで今回は、グランドセフトオート5やっていきたいと思うんですけど、これ僕のキャラというか分身なわけですよ。せっかくならさ、ちょっとさ、俺をそっくりにさせていこうかなと思います。そして、この車をね、まあ、僕のイメージカラーというかジャッキーの色っていうのが、まあ、紫なわけですよ。下に今出てるテロップも紫にしてるんですけど、今回は、まあ、このね、GTA のキャラ、そしてこの車を全部ジャッキーにしていこうかなと思います。まあ、最初はそうだね。服で行こうか。はい、ということで、服屋に着いたんですけど、ちょっと、まあ、もう紫というか、ジャッキーのキャラをちょっと作って、うるせえな。のキャラをね、作っていこうかなと思います。紫だから紫っぽい感じにしていきたいよね。そうだな、紫か。バスローブなんかあるんだ。まあ、下 T シャツ作っていこうか。T シャツからだよな。T シャツ、そうだな。紫っぽいのがいいもん。あ、これいいじゃん。紫。まんま紫やんけ。まあ、じゃあ最初これ作っていくか。まあ、1着だけだとあれなんで、まあ、2着ぐらいね、作っていこうかなと思います。で、ちょっと紫のズボンが多分ね、なさそうか。あ、ある。紫はなんかもうちょい明るい感じの紫がいいな。あ、じゃあこれもさ、紫のカーゴパンツって書いてあるけど、薄いよね。あんま少ない感じがいいんだよな。どうしよう。ないよね。スポーツパンツ、なあ、パーカーにスポーツパンツ合わない気がする。逆にスーツもな。チノパンだよな。チノパンでじゃあ逆に紫っていうのが、あ、これいいじゃん。服茶色。服茶色でも、あー、薄紫か。なんか、めちゃくちゃ紫って感じじゃないかな。あー、まあこんなもんだよな。靴とかもあんの？すげえな。あ、いいじゃん。マジェンタ。こっちの方が紫っぽいね。じゃあこれでいいや。靴はじゃあこれで決定で、あとはアクセサリーつけていこうか。手袋とかもなんかいらないんだよな。アクセサリー、あ、これつけらんないんだ。イヤリングも別にな、あんま見ねえしな。イヤリングはいいや。スカーフつけらんないっしょ。あー、腕時計つけらんねえんだ。あ、手袋あるからか。あ、手袋なしでいい。メガネとかあるの？メガネ紫はあんまいらなくない？ダッセーこれ超ダッセー。おしゃれな感じがいいやね。おしゃれな感じがいい。なんかこれ、うさんくさい占い師みたい。あ、いいじゃん、紫じゃん、でも。まあ、一応買っとこうか。全部なんか、微妙だね。おしゃれな、あ、これでさ、なんかほら、これで紫っぽいのあったらいいんだけど。これ欲しい。94足んねー。今ランク、あんま高くないからな。どれかな。いや、まあ、最悪なかったらさ、あれしかねえから、あれにするか。ないからさっきのあれかな。あ、でもこれいいじゃん。あ、これ好き。よし、決定。よし。これで決まりね。まず1着目これね。1着目これ。これじゃあ、ジャッキー。ジャッキー1でいこう。オッケー。さあ2着目やっていこう。次はなんかジャケットとか着せてさ、いい感じにおしゃれにしていきたいよね。まあじゃあジーンズでやってみっか。ワインレッドは赤だからな。やっぱ紫のさ、ジーパンってなかなか合わないよね。まあこれでいっか。でトップスは下になんか T シャツでいいか。 T シャツに上羽織るみたいな感じで、ヒーロー T シャツだっせー。これなんかこの辺さ、色だけの T シャツあった気がするんだよな。黒の T シャツとかあるから。まあこれでいいか。ちょっと柄ついてるけど、まあまあ紫だからいいか。で、問題ここなんすよね。なんか安っぽいな、これ。ダサいな。なんか金のね、貧乏なやつって感じがするけど。あ、でも、それはそれでありかもしんねえな。紫のパーカーって。ここは関係ねえか。これ、さっきのやつだもんな、これ。ドンキにいそうなやつって感じがするんだよな。めちゃくちゃドンキ。カーディガン。ああ、いいじゃん。なんか、社長って感じがするね。うさんくさい社長って感じがする。紫ではないな、これな。おっとー、これいいじゃん。マジェンタ。俺のイメージからさ、紫というよりは、あ、マジェンタって言うんだね。下の T シャツは、こんなもんでいいか。あ、いや、T シャツが安っぽいんだよな、なんか。T シャツやだ。もうちょいおしゃれなやつがいい。これ、下シャツとか着れないかな。無理か。あ、ええやん。ポロシャツの下に。あ、ポロシャツを下にしてさ。
あーでもいいんじゃない、これは結構良さげかもしんない。そこにまたさアクセサリー加えれば全然いい気がする。あ、メガネ変えるか。これまあ紫っぽいな。 OK、 これさ腕時計つけられないんだ、なんかつまんないな。イヤホンはないと。あ、帽子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 、いいじゃん帽子、帽子つけようぜ。なんかおしゃれな帽子さ。ボーヘル、ボーヘルダサいな。だからこの服装にヘルメットは似合って合わないな。おーすげえかっけー、インディーみたい、すげえ。あ、いいじゃん似合う似合う似合う。まあ、これがなかなかいいんじゃない、割と似合うかもしんない。まあこんなもんか。どうどうですかこれ。まあありかもしれない。ありかもしれない。これで保存済みで、これで OK 完成。さああとはちょっとね髪型変えていこう。髪型変えていきます。はい、来たよ。めちゃくちゃ高そうなとこやな。ハロー、めちゃくちゃ高そう。さあ変えていこうか。髪型はね正直なんかカーテン髪型が増えてる。2ブロック、はぁお団子。結構さ前に来た時よりだいぶ髪型が増えてる。モッズ、レイヤーモッズ、面白い。アンダーカット、コーンロードがある。これにしまーす。これにしまーす。これ1万4000円も飛ぶんだ。まあそんなもんだよな。すごいな。おお似合う。素晴らしい。次ヒゲ。ヒゲは正直やらないか。眉毛紫にしたらどうなんの。ガチ紫やん。これ好き。はい、今日にしまーす。これにしよう。もう即決。あ、いいんじゃない、割といい。コンタクトまでできんのかよ。すげえな。色は変えれないんだ。うわ、グロい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 。これはいいや。パープルパッションっていかにもなんか俺のためにあるような。じゃあこれもやっちゃおうか。もう全身紫やん。まあ、全然いいんだけどさ。いいじゃん。オッケー。まあ、こんなもんかな。はい。完成です。あ、あり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 。目元正直メガネつけてるからわかんないけど、けど良さげ。はい、ということで、まあなんかちょっと安っぽい感じになっちゃったんだけど、クソがね、ミナリとか全部終わったんで、次は俺の一番好きなスーパーカーかな、これをちょっと俺好みにしていこうかなと思います。正直でもランク今79なんすよ。あのレベル120とかになんないと、あの基本的に全て解除されないんで、その辺がちょっと心配なんですけど、まあ一応まあできるだけカスタムしていこう。オーバーフロットエンティティ MT スーパーカー、さあやっていこう。あーあーまあ無理やな。うん、やっぱこの辺はちょっときちいわ。レベル100か、全然やな。マフラーかっこいい、青にしよう。なんかプレステ5みたい。ボンネットはこうすると逆にダサいよな。あ、いいじゃん、レースエアボンネット。なんかかっこいいのないかな。これにします。はーって、ライトはじゃあちょっと HID で、下はもう全部これにして、紫あった、紫これか。 OK、 問題はボディペイントなんかあんの。これ無料なんだ、ちょっとダセいだ。でもペイントは、うわ待って、金払わなきゃいけないのか、無料にすんのにも。無料っていうか、やっちった。まあいいでしょう。すげえ、スーパーカーにできんの、クソかっこいいやん。じゃあこれにするわ。クソかっけえやん。で、うわかっけえ、レベル足んねえ、マジで。これクソかっけえやん。あ、この黒もなんかいいけど、今回紫にしたいんで。問題は紫が解除されてるかどうか。ある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 、ミッドナイトパープル。あ、クソええやんこれ。これかっこいいじゃん。じゃあこれにすっか。パッと見黒っぽいけど、光に当てると紫みたいな。こっちのザ紫も全然いいんだけどな。どうしよう、どっちがいいんだろう。あー、まあまあ、こっちかな。まあ一応。あ、メタルもあるんだ。マットマットもある。あぶねー、売っちゃったところだった。あぶねー。あ、スポイラーある。あ、スポイラークソかっけ。ええやん、ええやん、スポイラー。角みたい。うわ、すげえ、恐竜の角みたい。じゃあこっちにしようぜ。こっちかっけえやん。スペンションって何？あ、スポーツ系だからこれでいいか。トランスミッション。はい、じゃあやっとこうか。ターボ。うわー、ターボが全然足んない。まあ、スポーツカーだからスポーツでいいか。あの、正直これ何でもいいんだよな、これ。
かっこよくない？普通にほら見て、ほらかっこいい。なにこれ超かっけえ。正直スピードの面はあんまカスタムしないんですけど、超良くないこれ。ナイス、お、待って、ナイスカーメンつくれた。おい、女、ありがとうな、女。ナイスカーメンつくれたな。おい、女、ありがとう。俺に殺してあげるよ。すげえ、ナイスカーメンつくれた。普通に嬉しいわ。一旦さ、ちょっとガレージに行って見てみますか。ちょっとね、見栄えがどんな感じなのか。さあ、ということで、見ていこうか。まずは僕の体が紫。一応二つあるんでね、こちらも、ちゃんと紹介していこう。これが、一個目。二つ目がこれ。どちらかというと、こっちの方が好き。髪型が一緒できてね。で、こちら、まあ自分のね、愛車を一つ決めて、ね、これにしました。まあだいぶ紫、まあ紫だよね。まあ、正直、ちゃんとカスタムしてるのはこれだけなんですけど、これもちょっとカスタムしてるぐらいなんですけどね。まあ一応これだけですね。はい。いや、まあ、なかなかいいんじゃない？割と気に入ってるかもしんない。内装は、まあちょっと見てみようかな、内装、はい。内装は正直いじれないですよね。いじれる車もあるんですけど、これはいじれないらしいんで。まあでも全然かっこいいですね。はい。ということで、この辺にしましょうかね。というわけで今回はね、この辺にしたいと思います。ご視聴の嬉しさよければね、チャンネル登録とかぜひぜひよろしくお願いします。SNS か知ってるんで概要欄からね、フォローお願いします。ということで、また次回までお会いしましょう。さよなら。えい。